皆さんこんにちは、リポーターの今日の慎吾です。今回僕がやってきましたのはこちら、持ち戸の夢キューブ。いろんなお店がありまして、今日は実はですね、この中に大変面白いお店が一つあるということですので、早速行ってみたいと思います。さあ今回やってきたお店はこちらです。ゲイクカフェ三角さんです。それではどんなお店なのか早速お話聞いてみましょう。こんにちは。ちょっとこちら男前のオーナーさんがいらっしゃいます。では早速ですね、こちらのゲイクカフェ三角についてお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずお名前は。はい、山本敦史と申します。山本敦史さん、はい、まずこちらのお店ゲイクカフェ三角、ゲイクっていうちょっとこのあまり聞き慣れない言葉に非常にちょっと気になるんですけども、はい、ちょっと教えていただいていいですか。よくぞ聞いていただきました。はい、ゲイクというのはですね、うん、食育というお言葉あります。食事、食べ物で子供をき、はい、ね、育てていこうというところからありますよね、はいはい、でそれの、芸術のバージョンやと思ってもらったらいいんちゃうか。ゲイは芸術のゲイなんです。はいはい、で、芸術、要はアートですね。アート、アートと人、アートと街をつなぐことによって、うん、街中のこう文化意識を高めていきたいなと、はい、そういう拠点になればと思って、芸育、カフェという名前をさせていただきました。芸術で人とのつながりがどんどん発展していくということで、はい、そしてお店の名前も三角ということで、はい、店内に入ってきたテーブルを見るとですね、はい、もう三角形の形のテーブルがあるんですけど、やっぱその辺はちょっとお店と何かそういうコンセプトみたいなのがあるんですか。そうですね、その三角という名前になぜしたのかと言いますと、はい、人と街とアートの幸せな三角関係というのをコンセプトで考えまして、はい、三角と名付けました。でこのテーブルも、うん、はい、その、三角関係ですね、幸せな三角関係を表したいというので、うん、作っていただきました。なるほど。しかも形が正三角形に、そうですね、だから本当に全てが等しい関係というところなんですね、はいはいはい、さて芸術で人とをつなぐということをお話聞いてますけども、実際に僕たちのこちら横見ていくとすごいおしゃれな、これは石ですか。そうですね、何かこう、はい、色のついた透明な石のように見えるんですけど、はい、実はこれ石鹸なんです。石鹸ですか。これちょっと一つ取ってみていいですか、はい、どうぞ。そしたらちょっとこちら本当に綺麗ですね。見た目は石鹸には見えないんですけども、ちょっと石鹸ということで、ちょっと匂いなんかも嗅いでみたいと思いますね。あ、いい匂いがしますね。こちらはあれですか、山本さんがお作りになってるわけではなくて、はい、そうなんです、はい、私ではなくて、新進作家の、はい、石鹸アーティストさんの西島由美子さんという、西島由美子さん、はい、はい、が、今回は展示をされています。で、なぜこういう形の展示になったかといいますと、はい、西島さんが、人にも、環境にも優しい、うん、そういった石鹸を作りたいとおっしゃってまして、はいはい、で一緒にいろいろと、ディスカッションを重ねて、はい、じゃあどういう展示にしましょう、そしたら、うん、人と自然の間にあるのが石鹸だと、はいはい、じゃあ人と空との間にあるのってなんだろうなって言ったら虹やったんですね、うん、なるほどね、はい、じゃあ石鹸で虹を表現してみてはどうかということで、はい、今回はこういう展示になっております。だから 1,2,3,4,5,6,7 色の石鹸ということなんですね、はい、いやこれ本当におしゃれで、ちょっと使うのがもったいないような石鹸なんですけども、はい、こういった形でお店ではいろいろといろんな芸術作品、アーティストさんの作品を展示されてらっしゃると、はい、そうですね、だいたい1週間から3週間単位で、はい、次々と若手のいろんな方の作品を、アーティストさんの作品を展示させていただいております。はい、そうこちら見ていただいてお分かりのようにカラフルなね石鹸が並んでますが、こちらの実は作者であります西島さんが今日はちょっといらっしゃってるということで、しかもこの後はワークショップもされるということなので、はい、その辺も含めて西島さんにお話を聞いてみたいと思います。では呼んでみましょう。西島さん、はい、こんにちは。こんにちは。ではどうぞちょうどこの間に入っていただきましょうか。いやお綺麗な方ですね。西島さん、今回こちらのカラフルな石鹸を作られているということなんですけども、はい、まず西島さんは普段どういった活動をされてらっしゃるんですか。普段は人と、はい、お肌に優しい石鹸作りを心がけて、洗顔石鹸を中心に作っております、はい、洗顔石鹸を、はい、
実際にその洗顔石鹸も使われているということなんですが、まあ、今回こちらの虹色の、はい、だいたいこういう石鹸というのはどういうふうにして作られていらっしゃるんですか。これは、はい、あの虹、私はあの虹のかけらという名前、虹のかけら、おしゃれですね。あの小石をイメージして、はい、あの7色の色を、うん、あの出してみました、はい、なるほど。小石をちょっと思わずこう手に取ってみたくなるような、はい、そんな自然な感じもしますが、でもあのこの後実はワークショップもあるということで、はい、そのワークショップのまずね、どういうことをやるのかということも含めてお店の山本さんにお聞きもう一度してみましょう。山本さん、はい、そのワークショップ、これをまずやるきっかけであったり、どういう思いでやられることになったんですか。普通のギャラリーって言いますとね、はい、アート作品があると、うん、その作品を見るわけなんですけど、はい、実はその作品の向こうにはそれを作った人がいるわけですね。そうですよね。ですから作品見るだけじゃなくて、その先にいる作った人を見えたらものすごい面白いやろうな。なるほど。最近は結構お野菜とかもね、どういう方が作ったか、それを知ることでより作品に興味を持ったりっていうのと同じで、作者の方もどういう方がどういう思いで作ってるのかと。なるほどね。ちなみに今日のワークショップでは西島さん、どういうことをされる予定なんですか。今日は、はい、あのお客様のお好きなあの石鹸をあの香り、あとはあの成分をブレンドして、はい、そしてあのお風呂のバスタイムを楽しんでいただきたいというあの思いで、お客様の好きな形の石鹸を作って変えていただこうと思ってます、うん、じゃあもう今日作ったものは早速もう今晩からお家でも使えると。ちょっとね、寝かさないとダメらしいんですよ。そうだ、はい、またそれをちょっと後で楽しみになってきて面白い。なるほどね。ちょっと3日間ほど寝かせる、3日間ぐらいということで、はい、ではちょっとこの後またそのワークショップの中身もこう見させていただきましょうか。ラベンダー今入れました。あ、 OK OK ですか。 OK です。ちょっと柔らかいですね。ありがとうございました。バスタイム楽しんでください。ありがとうございます。どうもありがとうございました。今日は、山本さん、西島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。でも最後にですね、映像をご覧になっている方に、まあ、今後の目標であったり、はい、今後こういうことをしていきたいなというのをお一人ずつそれぞれお伺いしたいと思いますので、じゃあまずは最初西島さんからちょっとお伺いしていいですか。あの人に優しい石鹸作りを心がけて、自然のものを自然なあの素材を使って、あの人がきれいになるためのお手伝いをさせていただきたいと思います。はい、では山本さんお願いします。ありがとうございます。私たちの、伝えたいこと、それは何かっていうと、街はアートでいっぱいです、うん、街中にアートがあふれる、そんな楽しい街に奈良がなればいいなというふうに考えております。よろしくお願いいたします。はい、ぜひ今日この、ね、映像をご覧の皆さん、一度必ず足を踏み込むともう虜になってしまうこちら芸育カフェ三角、お越しいただきたいと思います。では最後に山本さん、西島さん、いつものポーズというのがありますので、一緒にやっていただきたいと思います。はい、それでは行きましょう。奈良 .tv。